さあ YouTube OK。はい、はい、YouTube テレビ東京競馬チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。クズでおなじみキャプテン渡辺だよーん。ロスポンドキングロトマシだよーん。テレビ東京アナウンサーの富田ゆきだよーん。今回のこの3人で競馬予想を生配信していきます。はい、ありがとうございます。はい、この番組ではウィニング競馬の放送では語りきれなかった予想の理由やうんちくをキャプテンさん、ドライさんにお話しいただきます。ありがとうございます。さあ、ということなのですが、より30分発送の東京最終レースが始まっていますので、お二人に早速予想をお伺いしたいと思います。はい、はい、はい、じゃあトラちゃん、まずはトライさんから。はい、トラちゃん。私は10番のイコノスタシス、イコノ本命ですね。素質版、こうデビュー前からね、はい、クラシック乗せなきゃねっていう話をね、スタッフさんと話してて、はい、なんかよもやのなんか4戦ぐらいかかったのかな、はい、勝ち上がり。でも、はい、勝ったレースはすごく強かったですし、その後ももう負けやりなんで、前回のファンタジーも、阪神コース自体も、ね、精神状態なんか良くなかったみたいですし、レース中に骨折もしたんで、参考外。仕上がり抜群にんで、普通に走ったら普通に勝つはずなんですけどね。うん、ここぐらいは普通に勝っていいと思いますね。まあ、相手は北村、ジョッキーのアルファウェーブで、はい、美味しい馬担当ワイドですね。あ、10番の方は頭で。そうですね。もう負けなしの5000円。19の馬担2000と90ワイド3000。はい、はい、お願いします。はい。はい、さあ、そしてキャプテンさんいかがですか。私はアルファウェーブの方を本命にしましたね。9番の。まあ、前走とか見ててもね、やっぱり、まあ、この馬が一番強い競馬してんじゃないかっていう感じもしますし、ここはまあ58キロでもね、なんとかね、3歳馬全部に負けるっていうのはやめてもらいたい。そうですね。はい、3歳馬に負けるのは仕方ないにしても、全てに負けなくてもいいじゃないかということで、まずこの馬からなんですけど、相手はまあトラちゃんのイコノスタシスとフォーカルフラワーにしましたね。まあ、相手は当然3歳馬にしたかったんですけど、まあいろいろ考えてね、未勝利勝ったばっかりの馬とかはやっぱ嫌だなっていうことと、まあランプシーは人気だしなとかね、その辺考えて残ったのが、この2頭だったという感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、分かりますように。はい、ありがとうございます。はい、ということですが、はい、レースまで少しお時間があるようなので、はいはい、今日のウィニング競馬での反省を聞かせていただきましょう。まずトライスさん、いかがでしたか。トラちゃん、まあ、反省そんなないですね。はい、私は基本的に反省しない人なので、はい、あともほとんど当たったっていう、そうですね、事実もありますもんね。いや、今日本当に何が僕過失がありましたかっていう、なんか、あ、そうですか。あ、ちなみに今日どれが当たったんですか。だから金なんとか函館メインの淡福カルネアサーダね。そうですね。の、あの淡福か、ね、ゾンニヒでよかったね。キャプチャーと同じ馬券ね。そうなんですよ。それでよかったなっていう、ね、やっぱ今日のあのゾンニヒはね、うん、3.5 倍でしたか。はい、ちょっと異常に美味しかった可能性ありますよね。だってもう全然力が違うわけじゃないですか。しかもスコアコール絶対いいですからね、はい、今ね。そうなんですよ。ただ前半竹さんあんま調子良くなくて、それ見てね、もう淡泊にしようと思ったんですよ。今日はちょっと豊さんが、うん、そう、いまいちだったんですよ前半。本当に見なければよかった。競馬記者のなんかね、正しい競馬記者でやってしまったなっていう。見てしまった。はい、まあ、私は単勝と生まれどうやって全部当たりましたから。いやー、すごかったですね。久しぶりに。ファンの皆さんの、ね、はい、前で、ね。そうですね。素晴らしい。当たることができたからよかったと思います。はい。はい、で、あと4分ほどありますので。あと4分、4分ある場合、トミチョイはいけるの？いっちゃいますか？トミチョイいける？トミチョイいっちゃっていいですか？トミチョイじゃない方がいいですか？いける。トミチョイいっちゃう。トミチョイ行こう。はい。宝塚記念の富士山でしょ。はい、そうです。そう、これもう先に終わっとくと思う。だいぶ、はい、話が早いですから。はい、わかりました。ではこちらご覧ください。はい、宝塚記念の富士山はこちらです。はい、はい、ご覧ください、うん。ご説明いたしましょう。はい。はい、牝馬、川田騎手キラー、そして、うん、ジャパンカップ馬は強いということなんです。不吉な感じだな、自分にとっては。はい、自分にとっては。はい、はいはい、では、まず今回はイクイノックスという、まあ、大本命馬がいますので、はい、こちらを買う、買わない皆さんにお任せするといたしまして、相手選びのキーワードをご用意したんですね。うんうん、1つ目の牝馬ですが、宝塚記念は牝馬が非常に強いレースになっていますね。うん、過去10年で4勝、2着1回、3着6回、着外15回で、馬券圏内率は 42.3% です。
はい、牝馬は買っておいて損はなさそうですね。なるほどね、うん、だからやっぱりこれは夏ってこともあるんですかね、トラちゃん、これはね。夏しか、うん、考えづらいです ね、 ね、やっぱ男、人間もそうですけど、キャプチャーもそうですけど、暑さ弱いですから、はい、弱いです、もうキャプチャー本当に弱い。今日ぐらいでもうぐったりしてるんでこれ見ればやっぱり牝馬だなっていう。なるほどね、ちなみに牝馬はジェラルディ、ナライラック、スルーセブンシーズとどれもね、一発ありそうな雰囲気はありますから、うん、まあ、春の天皇賞、牝馬あまり使わない、それもあるんだ、春の天皇賞、牝馬あまり使わないから記録体力が残ってるっていうなっていう話も、ね、まあ、ありますね、うん、はい、まあ、狙い目は狙い目でしょうね。そうですね、はい、さあ、そしてですね、続いて川田騎手キラー、川田優雅さんですね、騎手キラーですが、はい、その馬とはダノンザキットのことですね。実はダノンザキッド、かつてコンビを組んで G1 を制覇した川田優雅騎手が他の馬に騎乗してダノンザキッドと対戦した時、なんと3戦全勝なんですね、うん、しかも全て川田騎手の馬より人気薄ながら馬券圏内に好走しているんです、うん、はい、阪神競馬場の成績も1勝2着1回3着2回と馬券圏内率 100% でもあるので、4度目の対戦となる今回も馬券圏内に来ることに期待です。要は川田騎手には先着するぞっていうことなんですよね、うん、イクイノックスではないですよね。だから、川田騎手はブレイクアップに乗りますので、でもブレイクアップが7着で、うん、あのダノンザキッドが6着ってことも、まあ、そういうこともあるぞっていう、ありそうですね、ってことですね、はい、ブレイクアップが馬券圏内に近いと思ってる人はダノンザキッド買えばっていうような、うん、そんな感じですかね、はい、ね、はい、さあ、そして最後のジャパンカップ馬は強いですが、はい、日本国内最高賞金で争われるジャパンカップは最強メンバーが揃うレースですよね、はい、はい、そんな最高峰のレースを運だけで勝てるわけがありません。まあそれはそうです、はい、そうなんです。実際に2000年以降にジャパンカップを制した馬の次の年の JRA の成績をチェックしてみますと、12勝2着、11回、3着10回、着外22回で副勝率 60.0% の好成績となっています、はい、まあ、ちょっと人気の落ちているベラアズール、今回は要注意ですね。まあ確かに外回りと内回りの違いはあれど、阪神芝コースは2000勝ですが、まあ、ジャパンカップとね、京都大賞というのは確かに強かったですけど、こう内回りどうなんですかね、トラちゃん、俺は、まあ、乗り方一つっていうところはありますよね。で、状態いいですけど、本当に戻ってるのかっていうのはね、はい、まだ分かんないですもんね、うん、そうなんです。ただ、まあ、人気はないから気になる人は買えばって感じですか ね、 そうですね、狙ってみてもいいですよね。なるほど、はい、信じるか信じないか、どれに乗るかはあなた次第です。細かいことは気にせずに予想のヒントにしてみてください。やったね、あと 見られたくないんでしょ。はい、見られてください大久保先生も見てくれる先生はギリギリ OK です。これとトライさんにはもう絶対見られる。ダメです、左側の方はダメです。怖い、はい、これが楽しみなんだけど、はい、ありがとうございますちょうど、はい、最初レースの私のボードはどこにいたんだろう。あ、そうだ、こっちです。はい、はい、一応出しておかないとね。あ、ありがとうございます。まあちょっと、トラちゃん、北村博士騎手の魂の騎乗を見せてもらいましょうよ。はいね、はい、5年に1回ぐらい見たいねいやいや、それは僕そんなこと言えないですけど、はい、いや、てかこれ、1回も当たってないんで、こう最終レース、我々2人でやって、まだ1回も当たってない。ないですよ。今日ね、みんな、出演者みんな当たったし、ここもね、なるほどね、2人でね、当てたいですね、90。でもね、言い訳じゃないですけど、うん、僕だもトロイちゃんも、俺、昼ぐらいに買わされてるじゃないですか。それもありますよ、それは。まあね、はい、いろいろ流れがあるから。流れがあるわけですから、それは、ね、競馬には、ね。考えられないですからね。オッズも見れないんですから。そう、はい、当たりますように。あと、コウセイちゃんの1番も。少しね、不気味ですけど、ね、不気味、ちょっと人気ないからこれもちょっとね、そうなんですよ、ちょっと手出したかった。計算馬券とかありますからね、これ。あっ、言っときますけど、1990よいしょよいしょ、まあ10番出たか、まあ、5番がいくのか。あ、9番でもなんか随分1取りいってますよ。でもそれが当たってなっちゃうんでしょ、どうせあれで外外回っちゃうんでしょ。なるほどね、だって方が外外回ってダメだ、9番なんでこう積極的、うわぁ、外回さん、でも前走そういう競馬だったからね。まあ、自力あるから、どう乗ったって3は外ない馬なんだけどね。どう乗ったって3は外しちゃいけない馬ですよ。まあ、ね、直線長いですから、スタートから、うん、そんなにまでコースロスはしてないはずです。まあね、はい、3、4コーナーでどうなのか。そうですね、明日の方が早いですね。まあ、ギリギリの、あ、いい、あの、2頭、
1番とか黒い、まあ、2番とかが邪魔だな。でもあの辺にいる前にいる馬みんななんかあんまり実績ない馬たちばっかりだね。外回されてますよね。もう外回ってる。ああ回し色ないかもしれないですね。ああこれ追い込み決着になっちゃうのこれ。でも10番ってことは尋常じゃないですよ、うん、だって10番物が違うでしょって、ね、いやダメだダメだ、まあ、大々色が来ちゃうわ。大々色が来ますね。あでも9番も頑張ってるぞ。キャプよ。キャプ。ああ。10番がもう外差しになっちゃった。あんなよ。外差しか。ペース早かったよ。ペース早かったんだ。ルメだ。北のグレードですよ。北のか。そっちもありましたよ。その考えも。スワラ君来るね。ライド菅原明騎手安定です。3歳ですよ。はい。ちょっと待って。ペース早かったですね。悲しいですね、トラちゃん。悲しい。ただただ悲しいですよね。15倍もつきますよ、単勝、ね、いや、菅原君、こんぐらいの倍率、ほんと来るんですよね。外差しになるんだったらなぁ。ねぇ、ね。いやぁね、5枠なんて、もうほんと罠でしたね。罠でしたね、この5枠は。大、ね、いなる罠でしたよね。恥ずかしい。恥ずかしい。ドラミオンまで来てるし。なんですかね。美味しい馬ばっかり来たって何なんですか。泣けてきますね、もうね。はい、北のブライド一着で入選しました。これはもう5枠多かった我々はもう言い訳無用ですかね、はい、凡人引退ですよ。引退でしたね。人前出るような玉じゃないですか。そんなことない。偉そうに人前で予想するような人間じゃないですよ我々は。こんな5枠買ってるんだから終わりです。もうでもそれでもみんな好きですよ。じゃあ本当終わりですよね。終わりです。ちょっと恥ずかしかったですね。9番10番買っちゃうんだもん結局。はい、お仕事せえ。はい、行きましょう。はい、さあそれでは今回もキャプテンさんにはこの企画にチャレンジしていただきます。ウィニングエアファミリーキャプテン渡辺が G1 勝ち予想、自腹で目指せ100万円。改めましてルールは簡単です、はい、キャプテンさんには G1 レースに自腹1万円勝負をしていただきまして、はい、100万円超えの的中を目指していただきます、はい、点数は何点でも構いません。はい、まあ、明日はちょっと大変ですけどね、うんうん、まあ、おそらく3連単1点とか、うん、2点とか、そういう勝負にはなると思います、はいはい、今回は明日行われている宝塚記念をキャプテンさん、そしてトライスさんにお越しいただきますけども、はい、キャプテンさん、トライスさんへの質問も随時受け付けております、はい、チャット欄に記載していただければ可能な範囲でお答えしていきます。そちらもぜひよろしくお願いします、はい、さあでは明日の予想の前に今月6月4日に行われた安田記念の予想を軽く振り返ってまいりましょう、はい、さあこちらご覧のような結果となりました、はい、1着は4番人気のソングライ、2着は3番人気のセリフォス、3着は1番人気のシュネルマイスターというような並びに、はい、着順になりました、はい、キャプテンさんは10番人気に押されたレッドモンレーブを本命に抜擢しまして、1番人気シュネルマイスターとの2等軸3連複で勝負に出ましたが、レッドモンレーブが6着となり外れとなりました。まあでも大健闘でしたけどね、レッドモンレーブは、うん、割とね後悔はないんですが、これはねトラちゃん前から言ってますけど、我々はね某トラックマンとビクトリアマイルの時に出会ってしまい、はい、ソングラインはどうも厳しいと。お疲れ様でした。お疲れ様です。気をつけて。ソングラインは具合がどうもみたいなね、はい、お話を聞いてしまい、うん、でビクトリアマイル最初は私とトラちゃんはソングラインって言ってたんですが、うん、そんな話を聞いてしまったがゆえにやめてしまったと、うん、そしたら思い切り勝たれて、その馬を安田記念でもう一回買うのは嫌でしたよね。嫌でしたよ。状態はねさらに上がってるっていう、はい、話でしたけど、はい、でもそれは断固としてできませんよね。できませんよそんなことは。そこであれだけ逃されてね。なのでちょっと流れが悪かったですこれは、うん、そう、はい、この春のねマイル G1 はちょっと縁がなかったっていう、はい、非常に、まあ、計算馬券ですけどね、はい、びっくりしますよ、ね、本当に計算馬券簡単に取れたまあ、はい、明日ありますから頑張りましょうか。はい、頑張りましょう、はい、さあ今日は100万円達成を目指して今日こそは劇中を。そうですね、あの、まあ、前半戦最後ですからここでビシッと当てたいですよね。さあそれではお待たせいたしました、明日の宝塚記念の予想に参りましょう、はい、キャプテンさん、トライスさんはこの宝塚記念どうですか。どんな印象をお持ちですか。得意レースだったりお二人しますか。得意でしたね。ダンツシアトルとかタイキプリザードとか、うん、ちょっと
他の距離とかコースや微妙な馬が勝ったりするんで、うん、そういうのは見つけたら、まあ、あの時うまかったのかっていうか、なるほどね、分かりやすいまででしたけどね、うん、だから中穴が簡単に取れたなっていうのがあって、なるほど、まあ、好きは好きですよね、まあ、私も好きは好きですけど、そこまで得意かって言われるとあれですけど、まあ、リスブラッシュとか取りましたからね、うん、僕確か、うん、はい、そうですね、マリアライトが意味不明のマリアライトはすごかったですね、俺はびっくりした、はい、ディープっぽくない感じでしたね、こんな強い牝馬いいのかっていう ね、相手ドラメンテですからね、まあドラメンテがねこの時もなんかちょっと本調子ちょっとね故障があったのかもしれないですけどね、はい、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、さあ歴代優勝馬をこちらまとめてみました、はい、ご覧ください、はい、昨年はタイトルホルダーですね、2番人気でした、はい、そして今年は7番のクロノジェネシスがこちら1番人気で、はい、ここ5年ぐらいだと2番人気、1番人気、3番人気がね、うん、出てますね、すごいピンク、うん、ピンク本当だ、ピンクすげえな、本当に目立ちますね、ここがパッチワーク目立ちますけども、さあトライさんどうでしょう、この印象、いや、 やっぱり馬場が悪くなるときが多いですし、うん、で1コーナーまで長いんで逆にいい馬場を揉まれず走れる外枠がいいっていうのがありますよね、阪神、うん、どうですか今千葉は、すごくいいですけどね、じゃああんまり外枠別にいいわけじゃないですよね、いいわけじゃないですね、絶対そうですよね、逃げ先行中止有利っていう典型的な馬場になってますからね、はい、タイムトライアル的なレースで外回る、うんようなね、また縦長になる可能性もあるんでね、まあそうですね、ないですけどね、はい、内枠に越したことないですね、今年はね、うん、でもね、内枠来ないのかもしれないですけどね、それでもね、まあ、いくら来るかもしれないけど、はい、うん、よくわかんないですよね、よくわかんないです、はい、さあ、お二人もね、宝塚記念にはそれぞれ個人的な思い入れとかレース、勝ち馬いると思いますけども、はい、特に思い出深かった年のレースありますか、これちょっと被ったんで同時に行きましょうか、はい、これ2018年のミッキーロケットですね、まあ、トラちゃんの方から、まあ、これは今年のボッケリに予想してて、はい、もうミッキーロケットだなこのマークは思ってたんですけどね、まあ、当時サトンダイヤモンド一番人気にぶっ飛んだんですけど、はい、まああの時のミッキーロケットも前線ホースで重賞1個ぐらいしか勝ってないんですけど、うん、ちょい足りないぐらいで、いかにも宝塚記念合いそうな馬で、調子もすごく良かったですし、いい枠引いたしっていう、でレースもインコースをぴったり回って、もう120点ぐらいの競馬でしたけど、あれをねボッケリーに浜中騎手やれば全然足りると思いますし、イクイには別として、この馬もあの馬より強いと思いますしね、うん、この4番枠入った時もうメラメラ燃えて、いろんな人にメールしちゃいます。おめでとうございます。自分のことなんで。あれ、これミッキーロケットは取ったんでしたっけ？これも取りましたね。確か取りましたね。じゃないかったかもしれないですけど、対抗ぐらいだったかもしれないですけど、これでも取ったんですよね、これは。うん、思い出深いですね。なるほど。まあ私はね、これはね、実はね、ワーザー本命だったんですよ。それでめちゃくちゃ覚えてて、まあもちろんね、和田さんが勝つのが、あの日本競馬としては素晴らしいし、和田さん好きだからいいんですけど、これ10番人気も刺してよっていう単勝をね、がっつり持ってたんですよ、僕。で、この時にね、あのワーザーが、あの体重がね、確かマイナス27キロかなんかだったね。確か、後楽園で同じイベントだったんですよ、僕、これね。で、マイナス27になって、めきめきオッズが上がっていったんですけど、大体そういう時って来るのよ。体重を理由に、なんか、あのオッズが上がる時って来ることが多くて、で、トライさんに聞いても、いや、全然細くないよって言うし、買い足したんですよ、短所。こいつ、わーざ、絶対強いかなと思って。これは悔しかったっすね。まあ、強かったですよ。ミッキーロケットより強かったです、ね。ですよね。強い競馬してましたよね。で、ミッキーロケットは勝ってなかったから、もう単勝しかなかったんですよね。そういう思い出です。確か単勝3万ぐらい持ってたんじゃないかな。来てたら45万。いやはい、もうレース見ても、もう本当に自分が3万単勝持ってると思っては、このレース見てほしい。本当に悔しい。させたもんだって。めちゃくちゃいいやし。そう。単なる2着じゃないからね。そうなんすよ。もう3着っぽい。3馬身突き放して、うん、まあ、もうボーマンであれだからもう誰が乗っても、もうしょうがないんですけど。うん、はい。まあ和田騎手にね、勝利の、ね、まあそうですね。女神がほほ笑んだということですね。はい。ありがとうございます。さ
あ、そして過去10年の3連単後輩とトップ3をご覧いただきましょう。はい、こちらご覧ください。はい、3位は2014年の251,440円、はい、で2位が2018年の492,560円、そして1番が2015年の528,510円となりましたね。はい、このようになりましたけど、これをなんだ、あーそうか、やっぱゴールドシップが飛んだりとかね、里のダイヤモンドもえらい人気してましたもんね、うん、一番人気が15着、2018年なんて結構チャンスレースだったのかもしれないですね。チャンスレースですね、これね。うん、難しいな。そうか、まあ、2014年は多分ね、わけのわからん、めっちゃ難しかったと思うんですよ。そうですね、彼見るってまた来たかったですね、はい、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、ご覧いただきました。そして今年の枠順が改めましてこちらです、はい、枠順ご覧ください、はい、現在の人気を整理してみますと、1番人気はやはり5番のイクイノックスで 1.3 倍ですね。2番人気は9番のジャスティンパレスで 8.5 倍。 これってやっぱり1頭に人気が集中してる。まあそういうことですね、このまあ断トツですよね。すごいな、ちょっと、うん、まあやっぱり逆らうべきではないですか。能力自体も飛び抜けてる上に、他の馬たちが果たしてこの阪神2200がベストかっていうと、うーんって首かしげちゃう馬ばっかりですよね。このベストの馬って何って感じですからね。いくやパンパン両馬場の2200売るっていうのはかなりいい条件だと思いますからね。キャスティンパレスもね、まあ、ジェラルディーナとかいいかもしれないですけど、うんうん、時計勝負だとどうなのかなっていう、ね、まあ、正直なところまだあの下手したら史上最強馬の可能性すらイクイノックスって、うん、ありますね、残してるじゃないですか、はいはい、可能性はある。いや強いっすよね、やっぱ前に行けるし、そう、ね、前に行けるディープインパクトかもしれないですから ね、前に行けるディープインパクトなんか誰も勝てないですよ。まあちょっと分かんないですね。だサイレンスズカとディープインパクトを足して2で終わったみたいなね、あ、まあ、かもしれない、ね、可能性がある、うん、まだ強くなる可能性ありますよ、まだ、ね、まだまだ体質ちょっと弱いところあるんで、はい、さあまずはではレースの展開予想に参りましょう。キャプテンさんお願いします。まあここはやっぱりね、流星騎手僕は譲らないと思ってるんですよ、うん、まあ譲る理由もないしね、ユニコーンライオン、やはりユニコーンライオンが行くんじゃないかと、うん、で2番手にまあドライレールでしょうね、ここは、うん、はい、まあ、出していくと思います、うん、で、アスク・ビクターモンあたりはもうその後ろの3番手ぐらいでいいでしょう、ね、うん、で、ただディープモンドはね、もう同じぐらいのところにいたいはずなんで、あ、ね、まあ、下手したら枠の差でこうなるかもしれないですね、うん、こうでしょう、そうですね、まあ、まずおそらくほぼこう並ぶと思います。下手す、まあ、このまま出遅れたらドライレーデが逃げるってこともなきにしもあらず、で、あとはもう出たなりで、もうイクイノックスあたりはどうですか、これは、まあ、その辺につきたいでしょうね、もうこの辺につきたいですよね、まあ、うん、変に後ろにつきたくないですもんね、はい、でジャスティンパレスはイクイノックスマークするような形になるのかな、うん、これだと、ね、まあでもイクイノックスの前にいたいですけどね、まあ、でもジャスティンよりもボッケリニの方が前にいるかもしれないですね。ああなるほど、うん、まあ、イクイノックスはスタート次第みたいなところか、ね、はい、こんな感じで並ぶんですかね、うん、確かにボッケリニもそれなりのところにいたいですもんね、まあ、ダウンザキッドあたりもね、このなんかあんまり下げる意味もないから、うん、スタート出ればそれなりの位置にはいそうですよね、うん、でブレイクアップなんかもいるんで、ちょっとなんかこんな感じなのかな、よくわかんないですけど、うん、まあまあ、あの個人的には、まあ、イクイノックス来てもらわなきゃ困りますけど、ぶっちぎられても困るんで、あの川田騎手の意地悪というか、意地悪というか当然やるべきことですけど、うん、なんかそういうことをやりそうな、やっぱり勝負に厳しい人ですから、うん、こんな感じになるとちょっと面白いかなと、うん、そうね、はい、感じですね。はい、ありがとうございます、はい、さあそして先ほどウィニング競馬で発表した皆さんの宝塚記念の予想がこちら、このようになっております、はい、大久保先生の本命がイクイノックス、ジャンポケ斉藤さんの本命がジャスティンパレス、さあそしてトライさんの本命がボッケリーニ、はい、そしてキャプテンさんの本命がドラ・エレーレとなっています。はい、はい、さあトライさん本命ボッケリーニですが、どうしてバラエティある番組ですねっていうね。ボッケリーニ行きましたね、本命にまで行くかっていう感じもちょっとありましたけど、まあ、本来ならイクイノックス本命が妥当だと思うんですけど、この枠入ったならね、はい、2着まであるかなと思って、うん、それならいいかなと思いましたね、はい、ここに重賞でね、7番人気の馬を本命して2着2着でね、成果を収めてみて、うん、なるほど、そうですね、また2着のところいいですもんね、はい、2着あるなと思って、まあ、先ほども言ったようにミッキーロケットみたいな立ち回りすれば、はい、
あの時でも黄色ペットよりも強いと思いますし、前回2000使ってきたのがいいですね。ちょっとこの馬とって短めの距離を使って外からまくって勝つっていういいですね。今回スピード競馬になるんで2000使ってきたっていうのはでかいと思いますね。今年の宝塚記念に限って言えば、あのラブリーデー同じね、ところ同じ G1 も勝つまでやなくても、うまく乗ればかなりいい勝負できると思うんですよね。なるほど。で今10番人気は11番人気なんで、はい、よだれはね、放送中5回ぐらい。ああ、そうだったんですね。我々ちょっと明日のレースなのに外だったんで気づかなかったから。そうだったみたいよ。森山先生がやめてくれよみたいな。汚ねえなみたいな、なんかね、ちょっと怒られちゃいましたけど。今10番人気ですね。計算馬券も買ってる。そうなんですよ、これ。なるほどね、これもわざとじゃないですからね、この459。たまたまの一番恐ろしいと言われてるやつですね。はい、たまたま計算馬券になっちゃうっていう。この世で最も恐ろしいと言われてるやつ。最初ジャスティンあんまり書いてなかったんですけど、はい、やっぱこれ馬が、ね、全然違うし、うん、別に中距離でも別に対応可能かなっていうとんでもない馬になってるんで、うん、いいですねこれ。なるほど。459、はい、459、まあまあいいですよ、ね、おめでとうございます。はい。さあ、そのキャプテンさん私は買ってないから全然めでたくないですけど。はい、おめでとう。まあこの中大丈夫ですよ。はい。ボードが、はい、ウィニング競馬ではこのように、私はドライレーで天才の単勝と、もうイクイノックスとの馬連とワイド、そしてもうジャスティンパレスも3着以内に来るんだろうと、来てちょうだいよ勝間ちゃんということで597の3連覆。これがただね、恐ろしいほどに安いので馬連とか僕ちょっと僕が甘かったんですけど、馬連30倍から40倍ぐらいあると思ったんですよ。20倍ぐらいしかなくて、え、何これ、じゃあもういいよと若干今嫌な感じです、自分の中では。だってまあしょうがないか。しょうがないっすよ、そりゃイクイノックス全部そんなつかないでしょ。そうなんですよ。いや、それしょうがないっすよね。スルーセブンシーズとの生まれんでも22、3倍ですからね。あ、で、ディープボンドとの生まれん11倍なんですよ。ディープボンドでよくないっていう。でも3着っぽいしね。まあね、まあそうですけど、まあただまあそのオッズにね、文句を言っても仕方がないんですが、ドライレードに関してはやっぱりね、トラちゃんこれ競馬というものの5キロ差っていうのはこれは、うん、でかいね。やっぱ大きいでしょ。何馬身違うのかぐらいな可能性。そうなんですよ。でしかもこの馬まだすげえ強いかもしれないじゃないですか。そうなんです、うん、可能性残してるんで、まあ過去の歴史が全てではないですけど、例えばマウントシャスタっていう馬がね、うん、3勝クラス勝ったばっかりで、勝った3勝クラスの馬が宝塚記念に臨んで、なんだかな、その時オルフェーブルかなんか勝ったんじゃないかなぐらいの、うん、でウィンバリアシオン4着みたいなね、決して低レベルではないんじゃないかっていうレースで5着に来てるんですよ、うん、まあもう金量だけですよね、うん、はい、そんなので。ローエングリーンが3着に来た時もあるんですけど、うん、ローエングリーンなんて今考えてみてね、阪神の 2200m なんて向くわけないじゃないですか、ね、距離長かったね、 1800m までじゃないですか、うん、ローエングリーンって、はい、でもやっぱり金量で来てるんですよ。っていうことでもういいやと、いいやって、うん、まあ正直そんなに、まあ、すげえなんか僕が思ったよりはるかに人気してるからだいぶトーンは下がりましたが、見てくださいよこれ、エイトの完全無印。完全無印です、ね、もっとつくと思うでしょう。一番売れてる新聞ですからね。完全無印でもうこんな人気すんのかと思って、まあ、若干あのへこたれてますが、まあ、悔いはないです、うん、これ以外にイクイノックス、ジャスティンパレス以外で買いたい馬はドライレディ以外に僕はいないです、うん、はい、そんな感じです。じゃあもう悔いはない、一切ない悔いは、はい、じゃあ当たります。はい、ありがとうございます。あなたも軽々しく言ってた。おめでとうございますよ。私も私だけ。みんな当たってほしいです。みんな当たってほしいですね、はい。さあ、それではその他の有力馬についてお二人の見解をお聞きしたいんですけども、どうですか、視聴者の皆さん。あ、そうですね。まあまあまあ、単純にジャスティンパレス行きましょうよ、まず。まずクイーンボックスじゃないですか。クイーンボックス？もうそれはもう、もうそれはもう置いといていいんですか、ね。語ることないでしょ。まさ、いや、それはあなたがね、イクイノックスを切ってる人とかだったら伺おうと思いますけど、本当は本命じゃないですか。はい、はい、そうです。そんな人間にイクイノックスのことも聞いてもしょうがない。こんな用意してきたのに切ってるんだね。イクイノックスが来る理由とかもう今更聞いてもしょうがないので。そうですね。そうでしょ、はい、イクイノックスなら切る理由聞きたいんで、はい、なのでジャスティンパレスでお願いします。ジャスティンパレス、だからあのでもあなたは天皇賞春でこれ買わないのはバカだと、ね、大地震ですね、はい、あの時ちょっとお金なかったからあの
ジオグリフもお金入ってなくて、はい、そんなにいけなかったけど、でも見事に当ててますからね、はい、だから長距離の実績ある馬もここ出てきてますけど、やっぱりちょい足りないんですよね。ディープボンドも去年4着でしたし、はい、だからあんまりそ練習中だからって信用しちゃいけないですよ。しかもルメール騎手に乗り換えて覚醒したみたいなところもありますけど、はい、やっぱ馬体が3、4走前に比べて20キロぐらい増えてて、もう2歳に比べては当たり前で、ホップルの時に比べてもう、はい、去年比べても全然違ってるんで、ちょっと申し訳ないかと、とんでもない馬になってるかなっていう、うん、まあただ簡単に勝てるからここにそう長距離使ってきただけっていうね、言い方もできるし、2200はまああるんで勝ってますし、もうトップレベルの馬かなっていうのはありますよ。マークブリもそうだし、レースブリも完璧で、まあルメール騎手がレースを教えて、うん、またね、鮫島騎手戻ってきて、この乗り換えは別にマイナスじゃないと思いますし、そんなにね、うん、乗ったことある、まあ結果、ね、結果出してるジョッキなんで、うん、まあ菊花賞だったけど、はい、完璧に乗ってましたしね、だから普通に回ってきたら3は外さない馬じゃないかなっていうかなとやっぱり思いますか、うん、分かりました、はい、まあ僕もそんな気がします、うん、そしてやっぱジェラルディーナですよね、うん、3番人気というか意味が分からないんですけど、意味が分からない、単勝50倍ぐらいの間だと思うんですけどね。まあ天の根も嫌ですね。嫌ですよ、やっぱり、はい、武さんは、まあ、怖いことは怖いんですけど、基本的には G1 での天の根嫌ですし、はい、あやっぱり時計結構スタミナ型でね、今回の高速馬場の2200どうなんでしょうかっていうのはありますよね。ワッセワッセの馬ですからね、後ろからね、ここ2走も内容一息ですしね、まあ、去年の暮れ秋がピークだった可能性はかなり高いと思いますしね、かなり最高峰に近いからところから行くと思うんですけど、よっぽどランペースよっぽどズブズブとかなんない限り厳しいと思うんですけどね、うんうん、やっぱ3番人気で買う馬ではないかなっていう、はい、うん、そんな切れないですからね、それでこの馬、そうなんですよ、切れる馬じゃないんですよ、はい、だから来るとしたらどういう、うん、まあでも有馬記念とか、でもこれぶっちぎったからな、そうそうそう、イクイノックスが、だからイクイノックスがもう5馬身ぐらいぶっちぎって、イクイノックス任しに行った馬が全部潰れて、うん、って感じですよね、あの2、3着がそんな評価できないんじゃないでしょうかね、うん、これはちょっと花肌怪しいんじゃないか、花肌怪しいですね、うん、であんまり言うと来るんで、そうなんですよ、軽く流してきます、ね、トライスさんが言い過ぎると、なぜかね、不思議な力が働くんだと思ってちょっと厳しいかなと思いますぐらいですね、はいはい、そして4番人気のディープ、まあそうですね、やっぱりここも気になりますよね、出来はいい感じですけどね、まあ、だって大久保先生が、うん、リット行ったんだっけ、うん、だっけ、なんかね、大久保流、はい、大久保流二先生に話聞いたら、はい、もう出来は絶好だと、一番いいってこと、今までで一番いいと言ってたなんていう話はありますけど、それもにわかに信じがたいって言ったら、年齢も年齢ですしね、6歳、まあ、ただこの馬決闘的に見たって絶対ステイヤじゃないと思うんで、うん、こんぐらい距離がベストだと思いますし、なるほど、まあ、ただ切れない切れないんで、はい、あの勝負どころか立ち回りというか、うん、仕掛けどころが鍵ですよね、うん、絶対このまま相当切れないし、勝負どころで置かれるところもあるんで、うん、まあ、その辺はでも最近払拭されたかもされてるかもしれないですけどね、で 2-2 じゃやっぱりちょい足りないっていう感じがしますかね、うん、去年が精一杯だったかなっていう感じですけどね、まあ去年も4着ですからね、はい、で去年より今年の方が弱いかって言ったら別にそういうわけでもないしね、はい、確か去年だってタイトルホルダー以外どうだったんですか、だって去年なんてね、あれですよ、なんかマイネのファンロンとかが結構頑張ったレースじゃなかったかな、違いましたっけ、何ちゃった、まあシーガースが2着で3着でアリングタクト、4着ディープボンド、5着にマイネルファンロンなんですよ、うん、でフォリアはもうちょっと本調子になかったらしいっていう、うん、だからタイトルホルダー以外はうんうんっていう感じでしょ、そうですよね、まあ、まあ、よくて 4,5 着っていうイメージですけどね、だからもちろんね、6番人気とか8番人気とかだったらそれは私だって考えますけども、はい、ただ一方で僕はもうイクイ・ジャスティン・ディープでボンドで決まっても何も驚かないですけどね、うん、はい、難しい、別に驚くことは何もないですね、ちょっと時計早すぎますよね、このままとってもね、ああそうですか、うん、時計のかかる両馬場とかはいいんでしょうけど、時計早いんでね、なかなか厳しいように見える、うんうん、
あとはじゃあまあなあまあそうですね、ダノザキといきましょうか。なんかアナトーはねダノザキって僕の周りでは多いんですよ、うん、はい。まあ一層ごとに来てるっていうか、まあ中距離でねまた飛躍してますよね、はい、勝ってないんですけど大阪杯で際どい競馬で外目の枠から、うん、香港カップだってね香港の歴史的名馬に負けましたけど、他もねちょろちょろ強いにいたんで、あの2着も価値高いですし、北村雄一騎手もこのままなんか相性いいですよね、持ってきますよね。ちょっと難しいんですけど、うまく乗ってるんでいいですよね。ただ前回やっぱり調子一息で、うん、遠征競馬立ち直ってるかどうかがよくわからないんですよね。それとやっぱり2000までじゃないかっていう距離適性も、なるほど、2000がギリギリですよね、走り見てもね。まあ、ただ両馬場で内着引いたんで、うん、ボッケリーニとの何ていうか位置取り争いでうまく立ち回れば、うん、ギリギリ持つかもしれないですね。可能性はありますよね、うん、でもこれそうちょっとね来ないことになったので、あ、そうですか、ある人がある人が本命だから来ないっていうトライシー理論があるんですよ、はい、ある人が誰かが言う9割8分ぐらい的中率なんで大体大丈夫だと思うんですよ、大体来ないと思うんですね。大丈夫です、はい。あとやっぱベラーズールも、まあうん、まあ先も来ましたけどね、これは距離短いし2200m はもともとダートずっと研鑽積んできたまで勝負はよりは力いる、うん、京都大書店みたいな馬場の方がいいですし、あとなんだか時計勝負厳しいでしょ、この理想もなんだかよく分かんないしね、もうそうですね、うん、どういうことなのっていうね、うん、アスクビクターもまだ行ってないですけど、ね、アスクビクターも行きましょうよ、ピカショーと同じくベラーズールもジャパンカップで成功つけ果てたかなっていう、もう生涯最高のパフォーマンスしちゃったかなっていう、なるほどね、素晴らしい走りだったんで両方も、うん、あれから またまあ、6歳ね、浮上する可能性あるかもしれないですけど、いずれにせよ、馬場のいい 2200m 厳しいですね、ベラズールは。アスクビクターもどうですか、ここにそう負けすぎでしょ、だからもう日経賞はいいけど。ね、なんかでも嫌な感じですよね。感じですね。なんかアスクビクターモアに来られた時だけは、なんかすげえ悔しいですね、馬券的にね。馬券師として。馬券師として。紙馬剣士としてね、うん、でもそこまで強くない馬だと僕思ってて、あ、そうですか、やっぱり、うん、セントライト記念でガイアホースねじ伏せられたわけですから、うん、それでちょっとな、うん、やっぱり前線ホースというか、うん、ところなのかなっていうそこまで強くないですよね、うんうん、ちょい足りない馬ですよ基本的には。菊花賞は、まあ、あの距離でなんとか勝ちましたけど強気の競馬で、基本的にはやっぱりちょい足りない馬ですね。だったらジオグリフのが 2000m までだったらジオグリフの強いでしょっていう感じですけどね。それこそ今トラグリフの来てますよ。トラグリフはね、帝王賞だったら面白かったんですけどね、なんか間違いがあってこっち来ちゃったんですけど、うーん、いや22は長いですしね、天乗りですし、あ、長いですか、うん、両馬場ですしね、もともと16から18がベストだと思うんで、うんうん、同世代限定だから 2000m 勝ったわけですけ ど、基本は18までの馬だと思うんで、やっぱりサウジカップとドバイワールドカップ見てもね、18がベストだと思うんで、うんうん、とんでもなく距離長いですね。ちょっと厳しいですか。15着だと思うんですけど。15着15だと思いますよ。最後、あらあら。あらあらでも。まあ、そうですか。あとは、あ、スルーセブンシーズンちょっと穴人気してますけど、これ一回言ってましたよね。言ってましたね。今週火曜日に細井純子と飯食っててスルーセブンシーザー怖いよねってね言い合っててね2時間過ごしましたけどね。怖いっすか。めちゃくちゃ具合がいいんで、あ、今覚醒しててあまりそれが表に現れてないっていうか3ヶ月ぶりですしね、うん、牝馬強いっていうのもあるし池添騎手で、うん、まあね、確かにね、実績だけだったらちょっとあんまりでしょってか通用する根拠とか見出せないんで、白さんだとつけるぐらいしかできないんですけど、とんでもなく具合良くて、リット対策もうまくいってる感じですし、池添騎手でいい枠引いて恐ろしいんですよ。まあ確かにね、うん、これ根拠かけないからね、結構引いて、うん、いやでもそうなんですよ、うん、なんかね牝馬だからとか、うん、まあ、内枠だからとかにな、池添強いし、まあ、池添さんっていうのはもうベストですけど、うん、でそれだけで当たって喜ぶ人がたくさん出てきちゃうっていう、うん、
それが、キャプテンさん悔しくてしょうがないですちょっと僕は全然怖くないですか？これは変えないです、うん、いや変えないですよ。だからキャプテンもあの合理主義の人ですから。はい、合理主義。僕もそうなんですよ。何か理由が欲しいですよね。だから、うん、スルーセブンシーズが12とかね入ってたらね、計算化けて買うとか、うん、そういうレベルですよ、僕は。はい、じゃあ15番のユニコーンライオンどうですか？これもね、だから逃げられますか？逃げれるでしょう。ドゥライレイでも何が何でもじゃなくて、ユニコーンに行くのは分かってますから。うん、だってもう旧車コメントがね、ユニコーンライオンが道を作ってくれると思うので、それについていくだけだぐらいのコメントだったんで、うんうん、ドゥライレイでは何にも、流星の鼻叩いてまで行く気はないから行けるでしょう。だって他にいないでしょ、逃げたいのは。ところはディープボンド、和田騎士は逃げるっていう格好ですね。いや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 、だってどんだけ押さなきゃいけないんですから、ディープボンドを。大丈夫、はい、いや、逃げはしないっすよ。勝つなら逃げるしかないっていう、なんかひらめきが来るんですよ。ここで急に？そう。いや、いや逃げるとしたらアスクビクタモーでしょう。だったらまだ、ね、はい、うん。でも逃げる必要ないまですからね。まあユニコーンとりあえず行く、行って。まあ行かせて。結構ペース落ち着くと思うんですけどね。うん、ペースを僕はね、あんまり落ち着いてほしくないんですよね。まあそうですね。そうするともう、うん、あのドライレールとか多分割ともう早い、うん、早いペースで、はい、押し切って、しちゃわないと、まあうね、もう全然イクノックスとかが。ただ前半はまあゆっくりなんかわせわせしたくないじゃないですか。1コーナー過ぎまで、1コーナーまで。だから足、後続に足を使わせるような、うん、そうですね、ことじゃないと、はい、別に普通に強い馬が来てしまうと思いますので。ユニコーンもね、調子すごく良さそうに見えるんですよね。大久保先生聞けばよかったですけど、すごくいい気配なので。こっちが握ったりとかね、15、17で決まっちゃったりとかね。行った行った。そう。まあそれ大事件ですね。大事件ですよ。ただ高速馬場でもう逃げ先行コンパレードでなんで、イクイノックス後ろでモグモグしちゃったらもうみんなあとジリ足の馬ばっかりなんで、そうですね、キャプテンドルアイレーで来てんのに取ってないっていうね。15、12着でね、ドルアイレー。そうそうそう、ドルアイレー2着で結局まあそれは許されることじゃない、許されることじゃない。でもユニコーンライオンも、うん、もうピークではないはずですよ。と思いますよ。そこまでの能力 G3、はい、G3 レベルだと思いますよ、ね。そうですよ。だって2着には来ましたけど、はい、あれだってババがおかしかったわけでしょ、あれ、はいはい。異常ババでしたもんね。大変だ。大丈夫と思ってますけどね。ただ心の準備ちょっとはしとこうと思って、ちょっと言っといたんです。なるほどね。ひっくり返そうなんで、これ15、17で決まったら。だからそれはだけは、そうですね。一応止まるかもしれない、ね、はい、はい。さあ、そしてブレイクアップ92倍ということですけど、どうでしょう。この距離じゃそうですよね。やっぱり距離伸ばして24以上使って遠くからしてきた馬ですし、血統もやっぱり伸びりそうですしね。やっぱり反応も遅いし、ここにそう見ても長距離でもちょっと足りないんで、1200m は厳しいですよね。唯一気持ち悪いのは川田騎手が早々この馬を選択してたっていう。なるほど。なんか能力を買ってんのかなっていうのはありますよね。そこだけは不気味ですけど、うん、馬だけ見たら、まあ、このまま元黒い野球者ずっと見てるんですけど、足りるわけがないっていう。なるほど、ね。まあ、来るとしてどういう展開で来るのっていう感じもしますもんね。難しい。あ、ゴールドティシップ T シャツはね、あのツイッターでつぶやきますが、はい、後で詳しくお伝えします。詳しくお伝えします。こんなとこですかね。はい、ありがとうございます。私も決まってるんで、うん、だってこれはもう死の子の言ってる場合じゃないんですよ、うん、はい、だ今のユニコーンライオン来た時だけすげえ気持ち悪いですけど、うんうん、そんなことはないですよ、トラちゃん、はい、競馬というものを舐めてるんですか、トラちゃん、ね、その間に富ちょいをおさらいしちゃいます。はい、富ちょいおさらいしちゃいますよ。丸1、過去10年で相性のいい牝馬。丸2、川田騎手から乗り換わった後、川田騎手の騎乗馬には先着ダノンザキットブレイクアップってことですね。ダノンザキットの方が、はい、上の。そして3番、ジャパンカップウィナーは宝塚で相性が良いベラアズールということになっております。はい、ありがとうございます。スラ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 と書いています。キャプテン全部逆らってるような感じですね、なんかね。そうなんですよ。無視して、ひどい。いやでもこれはちょっとね、従えないですよね。従えないですか。そもそもなんかイクイノックスを無視してる感じの、あのトミチョイなんで、はい、それは僕ちょっと違うと思うんですよね。イクイノックスは皆さんにお任せしてみたいな感じだったんですよ。それだとちょっと俺は違うと思うな。データ上広い、ね、データ上イクイノックスとかを切ってくれてればね、お
なんだイクイノックスありませんねそうイクイノックスには非常に厳しいデータですとかねそういうことならねあ俺はやるぞっていう気になるけど泣いちゃいそうですよ泣いてる今日空手割り強かったし強かったかわいそうかわいそうですあんたでしょあんた強すぎるでしょちょっとびっくりしたびっくり助けに行こうかと思いましたあそうですかなんかトライスさんトースポ大好きな方がね来ててねあ来てトースポ大好き日刊スポーツ持ってるのね不届き者ですよねどういうことですかめちゃくちゃやねんっていうねいや、トースポ好きなのはあの他の記事だと思いますけど、ね、多分ねあ、そうですねトライスターファンでそういうロゴでなしだったんでしょそう、なんてなんてこと協力してる中なのになんてことを言うんですか本当にいや、トースポの帽子かぶってる人、うん、すごいですね僕すらかぶれないですけど、ちょっとね初めて見ました、うん、ね、あるんですね、ああいう帽子がねいや、嬉しい限りですけどね、うん、トースポ愛、僕より多分トースポ愛ありますねあの方、あのお兄さんねトライさん、あの帽子、知ってました存在あるんですか知ってますね、うん、古い親父記者が被ってた記憶がありますね結構伝統のある帽子ですね、はい、これだと足出ちゃうんだなキャプちゃんが悩んでますよ悩んでいますね足が出ちゃうんですよ足が出ちゃうこれ一点でいいか、俺足が出ちゃうと足りないこの上まあね、そうじゃないと面白くないっていうか、うん、まあ、まあ、これはね、まあなんかこれあ、でもね、わかんないけどね。すんごい背負い込んで届かないのか。まあ、いかんじゃ足、ちょっと足出ますけど。はい。では、キャプテンさん、お願いします。はい、ちょっと、多分、オッズもちょっと少しまた下がったりして、足が出ると思うんですが、いや、ちょっと待って、これ、足出すぎな。引っ込めました。そんな出ちゃう？多分。今のオッズだったらそこまで出ないですけど、うん、多分下がると思うんですよね。まあ下がる馬たちか、それね。そうなんですよ。まあいいか。うん、ちょっとぐらい出てもいいかね。はい、私は5、17、9、17、5、9の3連単でいきたいと思います。ちょっと足出ますが、まあいいです。おそらく1万2000円ぐらい買わされることになりますが。はい。まあ仕方なし。仕方なしで。いきたいと思います。まあこれはもう自分の予想にね、そのまま、うん、心中した形です、はい、はい、これしかないでしょ、ここだちゃん、うん、ちょっとしかでも足出ない、出ないですよ、そうですね、うん、はい、はい、はい、当たりますようにはいさあ、当たってほしいなって日に日に思うんですよいや、そうでしょ、はい、あの富田ちゃんとやってる間にね、この当たら、ね、まあ、当たらないという気もしますから、うん、はい、当ててください、はい、さあ視聴者の皆さんもキャプテンさんの様子をぜひ参考にしてみてください、はい、さあ今日は視聴者の皆さんにプレゼントがあります、はい、商品はこちらですじゃじゃんだからかあ、はい、そういうことこれこれこれそういうことだった富田ちゃんはサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿私はゴールドシップをはいかわいいですねはいはい、こちら競馬ファンショップさんからご提供いただきまして、はい、宝塚記念レジェンドホース T シャツサイレンス鈴鹿オルフェーブルゴールドシップの3種類を各3名様合計9名様にプレゼントいたします。全部かっこいいよ、うん、お二人どうでしょうか。どれ欲しいですか。まあ僕自分が着てるからじゃないですけど、まあ、こあえて言うのは、まあ、全部好きな馬ですけど、はい、まあ、ゴールドシップかな僕は。うん、かわいいですね、はい、オルフェーブルオルフェーブルもいいですけど、もちろんサイレンス鈴鹿の伝説の馬ですからいいですけど、はい、トミちゃんが着てるサイレンス鈴鹿の T シャツもいいですね。あ、これはあるかもしれませんね。これをこのまま、うん、このまま、どういうこと、うん、着てる着た後のものをプレゼント あげるってことか、うん、ないです私が持って帰りますので、はい、さあそんな競馬ファンが欲しい T シャツの応募方法は Twitter、はい、テレビ東京公式競馬チャンネルでお知らせいたしますので、はい、こちらぜひご覧ください。はい、さあ、そしてこのアカウントで先週から公開しています、うん、ダダダダン、こちらです、はい、日本ダービーのその後完全密着スペシャルが引き続き配信中です。はい、あの大興奮のダービーの知られざる裏側を完全オリジナルで深掘りしておりますので、ぜひね、あの配信なんで、うん、見逃すとかないので、はい、あのぜひご覧ください。配信というかもう今もう、ね、今も見られる状態ですので、絶賛見られる状態なので、はい、はい、さあ、ということで今週は宝塚記念予想いたしました。トライさん、いかがでしたか。いや、もう今まで一番ね、スパッと決まったんで、そうでしょ、
当たりの2文字しかないですよね。そう1文字か。D は敵中、敵中、まあ、敵中の2文字。頭の中は敵中だったんですよね。はいはい、じゃキャプテン戦係。まあ別に自信があるわけじゃないですけど、もう買うならこれしかないと僕はもう思ってるんで、ドライレーディが来ないんだったら、固く決まると僕はもうなんか思い込んでます。ドライレーディが来ないバージョンは、もうディープボンドとかが来るんじゃないかなって思ってますね。イクイノックス、ジャスティン・パレス、ディープボンドで決まるんじゃないかと。それぐらいのことだと思ってます。どうかな。はい。それ買えよって声がなんか聞こえてきたんですか。まあそうなんですよ。それ買ってもいいんですよ、別に。本当は。でも、4,50 倍なんでね、残念な。そうですね。はい。わかりました。さあ、そして来週もウィニング競馬、放送前のフライング競馬ありますので、よろしくお願いします。来週から福島競馬場からお送りしますね。そうなんでございますよ。楽しみです。はい、やりましょう。ということで、今回の配信が良かったなと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、それでは皆さん、宝塚記念頑張ってください。ありがとうございました。さようなら。